よし、開けるよ。お願いします、真帆さん。ちょっと待って。何、リンク。なんか緊張しちゃって。何よ、もう開けない方が落ち着かないわよ。あ、じゃあおやつでも食べながらリラックスして。マホ開けて。あ、ちょっと。オッケー。えい。応募書類を厳選に審査した結果、次の選考へ進んでいただくことが決定しました。つまり合格だ。やりました。まあ、と言ってもあくまでまだ最初の書類審査に通っただけだから、本番はこれからだよね。あんた何気に今一番はしゃぎ回ってたくせに。そこうるさい。次も頑張ろう。ところで、次の審査ってどんななんだっけ。今後の審査過程が書かれた書類が同封されていますね。これによると、二次審査はテーマに沿った課題曲を提出する楽曲審査。なるほど、書類が一次審査で次が二次ってことか。ってことは、さらにその次は。はい、三次審査が映像で審査する MV 審査、そして四次最終審査が実際に観客の前でライブを行うパフォーマンス審査ということです。たくさん審査があるんだね。そうだね。まあ、大勢の応募者をふるいにかけるんだろうから、当然っちゃ当然だけど。でも、はい、想像以上にたくさんのハードルを越えなければメインステージに立つことはできないのですね。審査があるのはいいけど、なんかまだるっこしいのよね。いっぺんにやってくれればいいのに。でもおかげで準備する時間があるのですから、一長一短とも言えますよ。うん、それに審査がたくさんあった方が楽しいよね。ドキドキはするけど。何にせよやることは変わんないんだからいいけど。はい、一つ一つ全力を尽くしましょう。ところで、楽曲審査はわかるのですが、 MV 審査とはどういうものでしょう。映像を見てもらうんだよね。この前むぎちゃんが作ってくれたライブ映像じゃダメなのかな。MV ってのはライブ映像ともちょっと違うんだよね。その曲をもっと自由に表現した映像っていうのかな。もちろんライブとか演奏したりしてる映像でもいいんだけど、例えば同じ曲でも学校の屋上で演奏したり、街の中やクラブや海辺とか、演奏してる場所によっても全然印象が変わるでしょ。そういう自分たちの曲の世界観を広く表現するのが MV、ミュージックビデオだね。なんかすごいね、面白そう。海外の超有名 DJ なんかは壮大なドラマ仕立ての MV 作ったりしてて、それを楽しみにしてるファンも多いわよね。なんと、そういうものなのですね。奥が深い。私たちも MV 作りたいね、ムニちゃん。そうね、 MV はクリエイターの腕の見せ所みたいなところもあるし、ここはムニちゃんの出番かしら。頼んだよ、ムニ。それで最後はパフォーマンス審査か。これはまあ、いつも通りライブやればいいんでしょ。どこでやるのかな、お客さんどれくらいいるのかな、楽しみってことだよね。詳細はまだ発表されてないみたいだね。つまりまずは二次審査に集中するってこと。
課題曲を作るってやつだっけ。そうですね、私と真帆さんで曲作りを進めていくことになると思いますが。だね。あれ、そういえば課題の内容ってもう発表されてるのかな。そういえばそうですね、ちょっと確認しましょう。多分二次審査の資料に、あ、ありました。あ、これは課題はワクワク？